PT ですね。について聞かれることがあります。まあ、台湾 PPT ですね。あ、PTT ですよね。これ台湾のオンライン、大型オンライン掲示板のことですね。で、まあ、多くのユーザーが情報共有とかですね、ディスカッションを行っている場所になります。海外投資に関するですね、情報もかなり頻繁に取り扱われているので、ちょっと今回取り上げました。PTT フォーラムでのですね、海外投資情報の収集方法とかもですね、まあ、細かく個別に相談いただければコンサルタントがですね、対応しますけれども、メリットもいろいろあります。投資先情報の収集にですね、かなり便利。まあ、台湾人はですね、もう日本人の給料超えてることでも分かるようにですね、かなり投資に関してもですね、詳しい人います。ですごく賢い人がいますので、情報に集める場所として便利ですね。まあ、注意点としてはですね、匿名のユーザーがいたりするというところですね、ここは気をつけていただきたいと思います。税金対策ですね、海外投資と税金対策、まあ、ここもですね、海外投資やる